諸君、中学3年生ですね。いよいよね、部活がだんだん終わってきましたよ。終わってきた人はレッツゴーレッツゴーですよね。何にレッツゴーですか？受験勉強にですね、レッツゴーですよ。残念だけどね、早ければ早いほどいいんです。さあ、そしてですね、今日はこれですよ。皆さん、よく見よ、これが現実だというね、追跡調査の表、まあ全てじゃないんだけれど、見せてあげましたよね、翔くん。後で詳しくは差し上げますから待ってて、翔よね。ただね、大事なこと、ちょっとだけチェック入れてきます。上位の方、あるいは東高校以上を狙う方、東高校がびっくりするほど高かったっていうのが今年の結果なんですね。びっくりしますよ。これ見てください。プリ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 。偏差値がですね、ここ太田東なんですけど、58ですね。58から不合格が出てたっていう事実があるということなんです。今までなかなか見ませんでしたね、58っていうのは。ええ。倍率も東はね、低かったからですね。じゃん、だんだん、だんだん少し高くなってて、58が不合格っていうことはやばいっすよ。59ないと動かない、受からないということになっちゃう場合があるということですね。びっくりです。ね。頑張っていきましょうね、皆さん。大東ぐらいは入れんだろうなんて思うと余裕こいてないでね。ガンガン行かないと。他女と実は同じくらいだったんです。キャーですよ。はい。それからもう一つ、今度、定位の方。頑張ってくれないとやばいっすよ。これですね。新田暁ですね。新田暁の、はい、総合ですね。皆さん見てください、赤丸。ここ、36から不合格が出ているんです。わあ！ということは、37以上ないと受からんよ、かもしれないよっていうことでしょ。これは頑張らないといけない。もう、暁なんか楽勝なんだ。もう、勉強なんかしなくても受かる。とんでもない話ですよね。37から楽しちゃいけないって言ったら、まあ、ゾロゾロ、ゾロゾロ、ゾロゾロ、いるじゃないですか。ねえ。頑張っていきましょうね。はい。そして、これは第一歩。ね。二次方程式をね、ようやく、学校に追いついていこうと頑張っております。因数分解による解き方、一番簡単な解き方をね、今日からスタート、リスタートいたしました。ね。左辺を因数分解します。かけてマイナス12、足してプラス1。かけてマイナス12、足してプラス1ですから、資産12でいいですよね。そうすると、x プラス4、x マイナス3っていう風に因数分解できるじゃないですか。イコール0って書いてやってください。そして、ここ。x プラス4という項と、x マイナス3という項をかけてるんですね。かけたら0になるんです。2つのもの。違う、相違う2つのものをかけたら0ってことはこういうことなんです。a かける b が0。つうことは、A が0か B が0かってことが分かってるんです。違うものをかけて0ってことはこういうことじゃないですか。3×0 は僕ら0って分かってますよね。3が相手だったら、もう一つの相手は絶対0なんです。あるいは 0×-2。これが0だってことが分かってますよね。つまり2つの違うものをかけて、0っていうことは2つのものをかけてね。どっちかが0っていうことなんですね。それを使います。それを使うのがこれですね。というのはどういうことかというと、これとこれをかけて0ですから、x プラス4が0っていうことと、x マイナス3が0っていうことは分かってるんです。だから、これから答えを出す。x プラス4が0ってことは、まあ、4移行してもいいですよね。マイナス4でしょ。マイナス3移行したら x イコール3ですよね。これがこの二次方程式の答えになるんです。X は学校だと2つ書くと思うので、この書き方でも全然大丈夫です。ただ、当時はですね、多分、マイナス4、3とかでカンマで仕切っちゃう場合が多いとは思います。X イコールマイナス4、X イコールマイナス3、全然いいですよ。ね、こんな形で答えを出してきます。因数分解をして、それで答えを出してくる。こういうことですね。かけて8、足して6、2子が8ですよね。x プラス2、x プラス4、イコール0。
足して6になってますよね。だからこれが0かこれが0かってことですから、x はマイナス2とマイナス4とこういうことになるわけです。はい、こちらもそうです。かけてマイナス8足してマイナス2ですから x マイナス 4x プラス2でいいですよね。ですので答えは4マイナス2、こんな感じですね。こちらもそうですが、これね、移項してイコール0にしないとダメなので、移項してイコール0にします。マイナス 7x マイナス18イコール0です。かけてマイナス18足してマイナス7ですから、9に18ですよね。ほら、こうですよね。で、プラス9とマイナス 2x は9マイナス2、こんな形でございます。さあ、そして次の括弧5番も6番も移行して、この4番と同じパターンですね。まずは移行してきれいに整理をしておいて、かけてマイナス10足してマイナス3だから、この2つをで、かマイナス5とプラス2でいいじゃないですか。イコール0ですね。ほんで5とマイナス2って出していきましょう。 x イコール 5x イコールマイナス2、こうですね。こちらも整理しますよ。マイナス 6x マイナス27イコール0、かけて27、3区、3区、いいですよね。x マイナス9、x プラス3、イコール0。だから x は9とマイナス3。こういうことですね。はい、今度こちら見てください。今度はですね、定数の数字の項がないんですね。そしたらこれね、x でくくり出すしか因数分解をすることができませんよね。ですので、これが0かこれが0かが答えです。なので x は0とマイナス7、これもそうです。 x でくくり出してみてください。これが0かこれが0か、だから x は0マイナス10、こんな形になります。そして今日も最後のパターンです。括弧の2乗になる、平方になっちゃうと、こんなパターンのやつですね。かけて9足してマイナス6ですから、マイナス3が2つじゃないですか。x マイナス3の括弧の2乗ですよね。こんな時は x マイナス3が0という1個の答えしかないんですね。ですので x は3という1個の答えです。はい、4番は裏技で解いてきた括弧の2乗です。これは 3x の2乗でしたよね。真ん中のプラス大事だったんですね。これは1の2乗ですよね。ということはこの 3x と1を持ってきて真ん中をプラスで連結させれば完成だったんですよ。思い出してくださいね。こうなんです。そしたらやっぱりこれが0なんで 3x プラス1が0なんです。ってことは移行して 3x イコールマイナス1ですよね。ですから3で割ってあげて x はマイナス3分の1、こんな形で出てくるんです。さあ、因数分解の解き方、ちょっとね、アレンジあるけれど、もう一回確認しておきましょう。普通の形になってたら、カッコカッコイコール0と持ってきます。そしてこれが0、これが0に相当する x を2つ答えを出していきます。例えば、プラス4、マイナス3だったら、マイナス4とプラス3という答えを出していきますね。それから、ここですね。数字の項がないときには x でくくり出すだけなので x カッコという形になります。ですので答えは0、それと x プラス7が0なので0とマイナス7、0とマイナス7、このパターンになりますね。最後にカッコの2乗になるパターンです。カッコの2乗になりましたら答えは1個だけ、 x マイナス3が0になるところの x ですね。ですので3、こんな形、因数分解をして解くだけを今日やりましたね。次回は解の公式へ進んでいきたいと思います。さあ、皆さん、もうスタートですよ。頑張ってスタート切ろうじゃないか。頑張ろう。では、あ、まだね、そろそろあれですよ。夏季講習締め切り、近づいてきました。マジか、マジかですね。ぜひ、一生懸命頑張りましょうよ。頑張るしかないよ。ね。では。